ザンボニー電池オックスフォード電令ザンボニー電池は1812年にジュゼッペザンボニーにより発明された初期の電池。ザンボニー電池は静電気電池であり、銀箔、亜鉛箔、紙の円盤で作られる。もしくは銀紙を片面に箔押しした円盤もしくは酸化マンガンと蜂蜜を塗った銀紙の円盤を使うこともできる。直径。 約 20mm の円盤は数千枚単位で積み重ねられ、その後、エンドキャップ付きのガラス管で圧縮されるか、木製のエンドプレート付きの3本のガラス棒の間に積み重ねるかして、溶けた溶かピッチに浸すことで絶縁する。より現代的な手法で作ったザンボニー電池は、1980年代にイメージ増幅管に加速電圧を提供するため、特に訓示用途で作られた。 今日、そのような電圧は従来のバッテリーにより駆動されるトランジスタ化したインバータ回路より得られる。一つの要素あたりの起電力は約 0.8V である。何千も積み重ねるとキロボルト範囲の出力電位差を持つが出力電流はナノアンペア範囲である。1840年より切れ目なくなり続いている有名なオックスフォード電流は一組の ザンボニー電池により動いていると考えられている。ありがとうございます。